さあ、続いて試乗しますのがこちら、ホンダの CB1100 ですね。もう今ね、廃盤になってしまいましたけども、生産終了ということでね、あ、結構でかく感じますね。タンクが非常にでかく感じます。さあ、私実際にね、乗るのは初めてなんです。あ、この辺はね、なんか CB といった感じのメーター、そんな印象ですね。あ、いい音しますね。ちょっと足つきはそんなによくは感じませんけどもね。さあ、まずはね、ちょっと撮影します。あ、スコーンとまた気持ちいい音しますね。あ、シートがすごくね、ふかふかな印象ですね。さあ、初めて乗ります CB1100。 おそらくもう生産終了ということでね、なかなか乗る機会は少ないバイクだとは思いますけども、これから中古で価格は高騰していくんでしょうかね。さあ、こちらの CB1100 年式はね、2019年式ということで、こちらですね、ダークネスブラックメタリック、このカラーですね。正面から見るとね、このような感じで、あ、ヘッドライトはハロゲンなんですね。そしてサイドに回って、このね、ホンダのエンブレムマークがね、すごく決まってますね。そしてリアに回りまして、このような感じで、あ、マフラー左右2本出しなんですね。最低地上高 135mm ということですね。ちょっと低めでしょうかね。シート高、あれ、 785mm って書いてますね。この数値ではね、非常に低いんですけども、このシート幅があるからでしょうかね。ちょっと足つきそんなによく、785の数値の通りには感じませんでしたけども、あ、車両重量 256kg、 重たいんですね。これ CB ですよね、間違ってませんよね。 256kg、 燃費の方はですね、 WMT モード値で 18.9kg、 60kg 走行時で、リッター 31.3kg ですね。エンジンの方はこちら空冷ですね、空冷4ストローク4気筒エンジンですね。総排気量の方がね、 1140cc ということですね。最高出力が7500回転で90馬力、意外と低めですね。で、最大トルクの方が5500回転で91Nm。 あ、ガソリン、レギュラーガソリンのようですね。こちらの方はね、6速までギアありますね。先ほどのボルトはね、5速までしかありませんでしたけども、まあ、こちらオーソドックスな感じですね。フロントはダブルディスク、後ろはシングルですね。で、整列フォークで、タイヤが、あ、え、18インチか。あ、そうですね、大きいですね、18インチですね。通常だいたい17インチが多いんですけども、18インチのホイールということで、フロントの幅110mm、 あ、リアは140ということで、やはりちょっとクラシックタイプな感じでしょうかね。クラシックなタイプにはね、こういう後ろちょっと細身のやつ多いですけども。さあ、空冷の4気筒ということですけれどもね、あ、やはり起こすときにね、重さはちょっと感じましたね。で、やはりシート幅、ここの幅があるからでしょうか、 785mm の数値よりはちょっとね、足つきは悪く感じます。あ、しかしこのメーターがね、タコメーターですよ。空冷4気筒ということでね、8500回転からレッドゾーンのようですね。7500で最高出力、5500で最大トルクですね。さあ、行きますか。やはり7500回転で最高出力というのは、空冷エンジンだからでしょうかね。4気筒の割には低回転で最高出力といった感じでしょうか。結構今ね、乗った感触ね、ちょっと高さが感じますね。なぜでしょうか、ホイールが18インチだからでしょうか。しかし、エンジンはやはり4気筒といった感じで、滑らかな感じはしますね。いかにも4気筒といった感じの感触ですね。で、こう2グリップするときに、何でしょうか、シートはやっぱ厚みがありますね。タンクを挟むというか、シートの何だろうな、タンクか、これタンクの一番付け根のあたりでしょうかね。あ、やはり排気量はね、すごい大きいんで、速いですけれども、やはり空冷エンジンという特性からでしょうかね。ちょっと調整しましょうか。ブレーキも非常に制動力が高く感じます。かっこいいですね。やはりなんかこの黒いいですね。黒とシルバーで、こうなんかいかにもクラシックな感じというか。まあ、でも正直な感想を言うと、
今日ね、やはり同じリッタークラスのバイクでいうスズキのね、GSX-SNGT に試乗したんですけども、それほどの速さっていうのは正直感じないんですけども、もちろん馬力もね、トルクも全然違いますけど、同じ4気筒でもやはり空冷エンジンということでちょっと特性が違うようですね。本当にクラシックな感じという、そういうバイクなんでしょうかね。この今時ね、なかなか珍しいですよね、この針のね、アナログのタコメーターとスピードメーターもアナログっていうね。僕の GSR なんかこう、タコメーターはね、アナログですけども、スピードメーターの方はデジタルっていう、そういう形ですけども、こういうあの CB の本当の王道のね、あの CB スーパーフォーマーなんかもこんな感じでしたっけ。 CB1300 もこんな感じでしたっけ。400のスーパーフォーマー試乗した時も確かこんな感じだったような気しますけどもね。さあ、非常にスローペースになりましたけども、シートはちょっとすごいね、厚みがあってふかふかな、乗りやすい印象ですね。で、乗車姿勢も非常にね、状態がこうまっすぐ直立に近い形で非常に楽ちんです。これは本当、座り心地が非常にね、柔らかい印象です。長距離でも疲れにくいんじゃないでしょうかね。さあ、しかし空冷エンジンということで、内もものあたりからね、むわっとエンジンの熱は感じてきてますけども、あ、そうか、レギュラーガソリンなんですね、これね。この CB1100 購入検討されている方っていうのは、他にどういうバイクが候補として上がるんでしょうか。やはり同じホンダだったら CB1300 スーパーフォアとかね、ボルドールとか、あのあたりも購入の候補に上がってくるんでしょうかね。それとも全く違った感じで、もっとこうクラシックな感じなんでしょうかね。 U ターンもしやすいですよ。でもやはり排気量が大きいから、低回転域からこう立ち上がりのこのガバッとアクセルを開けた時の力強さは、さすがリッターオーバーといった感じはしますね。やはりただやはりエンジン自体が最高出力も7500回転ということで、あまり回転数上げてね、引っ張って楽しむっていう、そういう感じではなさそうですね。今でもまだ5000回転ぐらいとかだったんで、4000、まだこれ3000から4000の間でね、今この細かいワインディングをずっと今走ってますね。今でもまだ5000届いてないですね。最大トルクが5500でしたっけ。やはりもうちょっと回した方がいいのかな。じゃあ今でやっと5000ですね。ってことはまだ最大トルクにも達してないですね、回転数。意外と届かないですね。ずっと低い回転域で意外と走っちゃってますね。体感ではそれでもなかなか回転数上がってるかなっていう体感だったんですけども、意外とそうでもなかったみたいですね。あ、今のでも4000もいってないんですね。やはりこの CB1100 好きな方っていうのは、このヘッドライトのね、この丸目一灯のクラシカルな雰囲気、そういうところもポイントとして大きいんでしょうかね。そうなってくるとやはり CB1300 スーパーフォア、他に今この丸目縛りで言ったらね、ヤマハで言うと XSR900 とか、他何かありましたっけね。こういうネイキッドタイプで言うと、スズキのバイクではありましたっけ。思い浮かばないですよ。ないですよね、今の最新の新車で買えるバイクで言うと。川崎で言うとやはり Z900RS とか、あのあたりも対抗車種として上がってくるんでしょうかね。ちょっと全く違うこともないか。 Z900 はあっちは水冷でしたっけ。水冷ですよね、確か。まあ、この CB1100 に関してはもちろんね、排気量も1100いくつということで十分な排気量でね、このトルクも加速感もね、大型っていう感じの
速さはあるんですけれども、まあやはり他のリッターバイクのね、スポーツ系といいますか、ストリートファイター系でもね、スズキの GSX-S1000 とかと比べるとね、あの刀とか、あの辺なんかと比べると、やはりちょっと速さという面ではね、見劣りする部分はあるかもしれないですね、正直な感想を言うと。もっとこう、ガバッと開けたとき、今日乗った S1000GT なんかでもね、もう暴力的な加速といった印象だったんですけども、こちらね、CB1100 はどちらかというと、マイルドにこう、じんわり加速していく感じですね。その辺は Z900RS もね、若干似てる部分はあるんですよね。じんわりと加速していく感じでね、あのガツンとくるようなね、こうアクセルガバッと開けてもね、こうリニアに反応してね、ドンっていう加速はないんですけども、じわ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 っていう感じなんですけど、やはりそこまでのスポーツ走行のような性能をね、 CB1100には求めてないのかもしれませんね。今でも5000回転届いてないですね。今でやった、あ、まだ届いてないぐらいですね。5000、うわー、でも今で7000いったぐらいですけど、やはりあまり最高出力到達してっていう走りはできなさそうですね。まあ、これだけ排気量があるんで、ちょっとポテンシャルをね、最大限に出すことはできそうにないですね、あまりね。まあリッターバイクなんてもう全部そうだと思いますけども、やはり高回転域、あの 250cc のね、ヤマハの YZF-R25 のようなバイクだったらね、最高出力1万2000あたりまでね、ぶん回してこう走ることもできるっちゃできますけど、まあ、本当にその峠道を楽しめるのは R25 とかの方がね、楽しめそうな気はしますけども、ゆったりと余力を持ってね、走るにはこちらの CB1100 とかの方がね、いいですけど、まあ、そもそも比べるようなバイクでもないですよね。あとはもうやはりこのバイクを購入検討される方っていうのは、やはりもうデザインと空冷4気筒、いろいろそういう要素はありますけどもね、 CB1100、 そしてもう生産終了になってしまったという、どうなんでしょうか、中古市場での価格はどうなんでしょうかね。今現在高騰していってるんでしょうかね。 CB400 スーパーフォアなんかすごいね、値段上がりましたけども、まあしかしこれタイヤも18インチ前後ということで、なかなかあまり種類もね、選ぶとしても、まあ値段とかもちょっと上がりそうな気もするし、数も選べる種類は少ないかもしれませんね。そういった意味ではちょっとこれからずっと維持していくのはどうなんでしょうかっていう気もしますけども、まあでも思ってるほどエンジンの熱はね、そんなにひどくはないですね。空冷だから結構来るのかなと思ったけど、今のところそうでもないですね。むしろちょっと気温がね、ひんやり肌寒いぐらいの気温なんで、ほんのり暖かく感じるぐらいでしょうかね。まあやはりね、パワーがあるから、今のワインディングもね、細かいところも立ち上がりもね、すごく力強くて、で結構やっぱね、7500回転が最高出力ということで、そこまでね、まだ全然達してなかったんでね、ずっと同じね、2速でずっと引っ張りながらずっと走れたんで、噛んじゃいましたけどもワインディングは楽しいですね。まあもうあとはデザインの好みで、自分の中でね、ドンピシャにはまってかっこいいと思ってるんだったら、もう買いなんじゃないでしょうかね。性能的には特に申し分ないですね。まあ強いて言えば空冷ということで、まあ、個人的には水冷の方がいいんじゃないかなとは思ってますけども、まあ、やはりクラシカルなね、空冷の4気筒、そこに魅力を感じる方もね、いると思うんで、僕はどっちかっていうと古いクラシックなバイクよりね、もう一番新しいね、何でも新型の方がいいっていう考えなんで、人それぞれですよね、やっぱそういうのはね。バイカーズパラダイス南箱根が見えてまいりました。今回ね、試乗これでもう20台ぐらい乗ったのかな、国産のバイク。もう残すところね、あと
明日一応3台乗る予定なんですけども、まあひょっとしたらあとプラスアルファでもう2台乗るかもしれないんですけどもね、ちょっとあの川崎のエストレア250、それは乗るかどうかちょっと今のところ乗らない方向でパスしてるんですけども、もうずいぶん昔にね生産終了になったバイクで、今乗ったところで再生回るのかっていうところがあってね、ちょっとパスしようと思ってるんですけど、まあそれでいうとこの CB1100 もちょっと微妙なところではあるんですよね。もう生産終了しちゃってね、これ今この試乗動画を上げて果たして再生されるのかっていうのがちょっと不安なところではあるんですけども、もう乗っちゃいましたけどもね。さあ到着しました。まあ乗ってみたかったっていうのもあるんでね。さあホンダの CB1100 でした。